柳屋北八は東京都練馬区出身の落語家。落語協会所属の新内。本名、林博史氏。出林、梅野英、門、丸に三つかは。愛称は殿下。講座で自らも、柳の宮北八殿下と名乗ることもあった。師匠の芸を受け継ぎつつ、独自の芸風を確立し、柳派の中堅落語家として、黒音筋の評価が高かった。 得意な話は、ダクダク、モグラドロ、二番戦時、カサゴホカタ柳派の落語は何でもこなした。自称、巨弱体質。渋みのある性質ながらとぼけた雰囲気を持ち、出林から気だるい雰囲気で、座布団に座り、一見やる気のない枕から、いつの間にか熱縁に引き込み、爆笑を誘う。三遊亭家武蔵、柳屋京太郎とユニット。 落語教育委員会を結成しており、公演では、コントも披露していた。モットーは、清く、気だるく、美しく。本人の筆跡で、墓石にもこの文字が彫られている。趣味は、サイクリングに墓参り、宝塚歌劇鑑賞など。宝塚に関しては、自らの名をもじって、北名塚歌劇団、永遠、千早と名乗り、映画様釣りで歌を披露していた。 学生時代に乗馬のエキストラで映画に出演したことがある。2014年9月15日、鈴本演芸場で、北八重夜公演中、坂月の殿様を演じた直後にドンチョウが落下。事故の現場となった講座の上にいたが、出演者、観客ともに怪我はなく、翌日以降もドンチョウを上げたままで公演は続行された。なお、安全が確認され、 鈍調の証拠が再開されたのは10月28日。A.B. 学習委員大卒の落語家、柳屋北八三主教。三景スポーツ。httpww.sanspo.com 芸のニュース2016万520ジオ16兆520億2022万31 n 1HTML2016 年5月20日閲覧。 永井義弘、柳屋北八を褒める。読み落語、読売新聞社。2019年9月15日閲覧。落語教育委員会、柳屋北八、三遊亭歌武蔵、柳屋京太郎東京書籍2012年、P166 朝日新聞2016年5月9日、北八没後、2018年1月31日の、鈴本演芸場。 落語教育委員会でのコントでは、北八が演じていた死神の役を、師匠の柳谷子三次が演じている。井上恵氏、落語教育委員会員鈴本演芸場、客席放浪記、ビッグロブ、2019年9月8日閲覧。由井正和、柳谷北八さん、粋な落語家を忘れない23日深夜放送。 マンタンウェブ、2019年9月7日閲覧。朝日新聞2016年6月25日夕刊柳屋北八不法。2016年5月20日閲覧。朝日新聞2016年5月21日長官、柳屋北八情報。八陽子のご案内です1。ツイッター、2019年9月4日閲覧。京須智光落語道の駅。 第50回北八さんを忍ぶ回のこと。大人ナンバーソニーミュージックダイレクト。2019年9月9日閲覧。死を離れ芸風確率へ引く演芸。柳屋北八の回。安田武博、広瀬和夫。21世紀落語しあまりにも残念な柳屋北八の創生。第36回。本が好き。公文社。2019年9月5日閲覧。 自分の世界へ引き込む手腕寄せきた八の会、大田博史、柳屋北たを聞いて楽しめぬ人は落語に向いてないとの意見、広瀬和夫、北たの、北たに、来たないをかけた。永遠、千早は、落語、千早ブルにちなむ。三浦拓明九9月中席夜の部、柳屋北た主任工業、北た重屋鈴本五日目。月刊、MRD 通信。 三浦里デザイン。2019年7月15日閲覧。最後の最後にハプニング。下げ置いて落として、太鼓が鳴って鈍調が降りて、と行くはずが、大きな音を立てて鈍調が、急行落下。ドスン。バタン埃が舞う舞台。鈍調と講座の間に距離があるとはいえ、相当の急行か。北八師匠に怪我がなくて何よりでした。 上野鈴本演芸場公式、鈍長落下事故についてのお詫び。ツイッター、2019年7月15日閲覧。本日夜の部州演時に発生した、鈍長落下事故についてお客様及び、関係各位に深くお詫び申し上げます。有限会社、鈴本演芸場代表取締役社長、鈴木康氏上野鈴本演芸場公式、ドン落下事故に関する第二報。 ツイッター2019年7月15日閲覧昨日夜の募集エンジンに発生した鈍ン落下事故の原因特定と明日以降の講演についてお知らせさせていただきます上野鈴本演芸場公式鈍ン捜査再開のお知らせツイッター2019年7月15日閲覧改修・安全対策工事を実施外部専門家による 安全確認検査が完了しましたので10月28日公演より、ドンチョウの証拠を再開いたします。2012年、2014年と2015年1月の会は、落語教育委員会として、三遊亭家武蔵との出演。12月の会は、柳屋北八一人会。柳屋京太郎のようこそ迎賓館。BS1-12019 年9月4日へずら 伊賀組、特定商取引に関する法律に基づく表記。伊賀組、2019年9月13日閲覧。ありがとうございます。